浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在であり、織田家を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは千年の上洛戦を中止して以降病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第五章、天馬、長篠の戦い。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。兄上、遠路ご加勢を賜り恐れ入ります。構わん。武田は目の上の子分、いずれ叩き伏せるつもりであった。とはいえ武田は盛況、我らも力を尽くしてきましたが、三河への侵攻を防ぐだけが精一杯という有様です。前線の長篠城を囲まれ、今や落城寸前。どうか兄上のお力をお貸しください。案ずるな。もはや武田の栄光など過去の話。今やどちらの格が上か思い知らせてやるわ。この地で武田を完膚なきまでに叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか。鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防策だ。必ず守り抜く。格下の織田ごときに負けるはずもない。織田勢と共に前線部隊を救援するぞ。我らが来たこと、敵は早期決着を狙ってくる。本陣の守備を怠るな。待ち尽くす。甲斐のトラッカー、かつての俺ならば手も足も出なかったであろう。今は違う。打ち死に。敵将打ち取ったり。まだ援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のようだ。別動隊は急ぎ飛びガス山を進み、敵の裏を取れ。馬防策、手触りだ。取り除け。任せろ。敵に不穏な動き。狙いは馬防策か。警戒を厳しくしておくべきやもしれん。気づかれたか。急いで馬防策を壊すぞ。いざよ、尋常に勝負せい。敵を押し返せたようだ。もしそのまま前線を維持しておけ。阻める者か。ここで死んでは宙を尽くせぬ。なんと見事な。何人も止められぬと知る。よし、馬防策を守り抜いたようだな。引き続き警戒しておけ。一瞬だ。敵将切り伏せた。
光秀さんの強さ見習わないとな。敵はどこかに兵糧を蓄えているはず。怪しいのはあの砦か。ここの武者、わしに付き合い。あばめる者か。一回も。よっ、お手柄じゃねえか。俺の刃から逃れられると思うな。予感的中。兵糧がたんまりあるぞ。ごっそりいただいていくか。敵将、切り伏せた。耐えきれん。引かせてもらう。これで武田勢の戦意はだだ下がりだ。何人も止められぬと知る。私も今日救援しようというのか。そうはさせぬ。この間騎馬隊を出せ。開門。長篠城攻めの手が緩んだ今が好機。飛びが砦を落とせ。敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。俺は信長様に二度も生かされていた。この上は命を賭して戦うしかねえ。権力が振るっておる。キャツを援護し敵騎馬隊を止めよ。味方の兵が武田勢に囚われているらしい。助けてやればよいのだが。討ち死に。大西軍、腕は鈍っておらんよ。今だ。強欲より敵を一飲みにせよ。開門。織田の別動隊か。いえ、おのれ、長篠城へは行かせんぞ。敵の本隊が出てきたよ。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊で壊そう。構えよ。敵将、切り伏せた。討ち死に。飛びが砦りでは制した。急ぎ長篠城へ兵を進めよ。おお、ついに援軍が来てくれたか。みな、もう絶えずともよい。撃って出るぞ。放て。敵を一掃せよ。付け入る隙を与えるな。休まず放て。あんた、織田の射撃はやむことを知らぬのか。父上、ご案じなさいますな。この程度でひるむ武田騎馬隊ではありません。救援かたじけない。我らも信玄を討つべく進軍しようぞ。敗北条件変更。開門。これまでか。引くぞ。開門。あの信玄が背を向けて逃げるのか。何かの策か。あるいは信玄を逃がすな。長篠城の兵を先回りさせる。必ず仕留めろ。敗北条件変更。父上がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む。父上の撤退を援護してくれ。本隊を逃がすため捨て身の突撃。武田がこのような戦をしようとは。武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようともお前たちを撃つ。急げ。我らの確保した撤退路へ親方様をご案内するのだ。やめろ。討ち死に。討ち死に。燃え尽きるなり。武田の名を汚してしまうとは。父上に合わせる顔がない。敵が前線より後退するように、この機を逃すな。全軍追撃せよ。近寄るでないわ。この大役わしには荷が重すぎた。討ち死に。あの者もしや影武者。敗走する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。それで何か分かったか。戦場にいた信玄は影武者、当人はすでに往生しているものとみて
間違いないかと。そうか、信玄は死んだか。半蔵、大義であった。私は今まで死せる信玄に怯えながら武田と戦っていたというのか。気に病むな。もはや武田は死にたいだ。家康、あとは任せてよいな。はっ、お任せください。天下一心が一日も早く叶うよう力を尽くします。しっかし、なんつうか凄みを増したよな、信長様は。ああ、一切の迷いを捨てたかのように見える。俺には親父がよくわかんねえよ。光秀さんは分け知り顔だが、俺はいつも置いてけぼりだ。そう思ってんのはお前だけじゃねえよ。だが、気張ってついてくしかねえだろう。そういうこった。信長様についていきゃオイラたちも大出世間違いなしってな。秀吉さんは出世出世っていつもそればっかだな。そりゃそうさ、世の中を変えたけりゃもっと偉くなんねえと。俺は信長様を信じてついていくだけだ。信長様にもそう約束したからな。どうあれ、我らの進むべき道は一つ。みんな共に頑張ろう。